こんにちはテンバーアカデミー堀秀です今日はヤフオクで取引してね、久々に、ああ、そうそう、ヤフオクって、ね、こういうめんどくせえ取引場所だったな、あるいはね、日本人を相手に取引するってやっぱ大変だなと思うようなね、出来事があったんで、ちょっとシェアさせてもらいたいと思います。今、ヤフオクはね、えー、受け取り通知と、これどこだっけな。 あ楽天か、楽天もこんな風になってましたけど、ヤフオクもね、この受け取り通知というのをね、えー、やり取りするまでは、出品者にお金が入んないというようなね、えー、仕組みができました。そんでね、えーまあ、スーツケース、えー、今ハード使ってるんですけど、ソフトもいいかなと思ってね、手ごろなのがあったんで、えー、落札して送ってもらったと。 でね、えー、この受け取り連絡をねする前にこのね出品者がしっかりチェックしてたとね昨日8時13分にお届け済みになっており、まで1日待ってみましたが、まだ受け取り連絡をいただいておりません。何か問題があったのでしょうかと。ね、えー、いや問題ないんですけど、別にああ、そうそうなんだ。えー、受け取った 確認してなかったねと思ってね、えー、家に連絡したらちゃんと届いてると。で、商品確認してもらって、受け取り通知をしました。ね、そしたらね、えー、入金はすぐね、えー、したんですけど、まあ、受け取り連絡でちょっと心配しましたが、無事完了してよかったですと。ねまあ、なんか問題があったような書き方だなと思ったんですけど、よく考えたらね、私も長いこと、この日本のヤフオクの取引とかね、えー まあやっちゃいたけど評価までやってなかったかな。ストア取引とか評価ってあんましないですからね。ただこの個人取引だとね、そういえばね、この迅速な評価、迅速な連絡っていうのは必要になってきて、でしかも面白いですよね。日本の人ってね。えー、自分が月曜から金曜まで働いていれば、当然相手も月曜から金曜まで働いていて、えー、連絡できるはずだという思い込みがあると。 まあよもやね、えー、まさか海外にプラプラして働いてるとは思いもしないみたくて、えー、まあ当然日本にいると思ってるんでしょうねで、まあ、このようにご丁寧に、えー、書いていただきました、ね、まあ良い評価だからわざわざこのコメントまでは見ないでしょうけどまあ別にね、えー、24時間経って受け取り通知しても ね空、まあ、最速されてから確かに通知しましたけど受け取り通知しなくてもほっときゃね、えーまあ、14日経てば入金されるんだしいいじゃんと思ったんですけどああこの感覚はもう随分ねそもそも私日本にほとんど住んでないんで日本の感覚っていうのはねちょっと薄らいできちゃってたみたいなんですけどじまあ日本ってそうだったかもしれないねとね、えー、オーストラリアだとね、えー じゃあすぐ返事するって言ってね、日本だとすぐって2、3分だと思うんですけど、オーストラリアすぐ返事する2週間ですからね、それに慣れちゃうと、このスピードにね、えーまあ、ついていけないっていうか、日本人のね、方もコンサルティングしてるんでついてってるんですけど、まあ、ちょっとね、思い出しました。改めて話らに。そういえばヤフオクって、えー、取引完了してね、評価しなかったらね、いきなり悪い評価だか普通評価つけてきて、評価までつけるのがヤフオクですと。ね いやそうとは限りないと思うんだけど、まあ、自分がこうだと思ってるものは相手にも押し付けると。ね、えー、そうじゃなきゃ迷惑をかけてるんだ、お前は、みたいなね。ああ、そういえばヤフオクの取り切ってそういうね、めんどくさい出品者結構いたなっていうのを思い出しました。ただ、ヤフオクに限らずね、ねやっぱ全般に日本人ってめんどくさいなと思います。まあ、めんどくさいなって言っちゃね。 えーまあ、ちょっと誤解を招くんですけど、まあ、これあの副業でね、物を売ろうとかいうときに、日本人相手にやるっていうのはね、やめといた方がいいです。まず続かないですね。大、え、体、ー、だいたいまあ、ひどいクレーマー、まあ、ひどいクレーマーっていうか、日本人品質としてはね、間違えた商品を送るとはね、お前詐欺師かとかね、えー、こっちはね、えー、お金すぐ振り込んだのに、えー、翌日、 発送するなんて何事だと。午前中振り込んだら、午後発送するのが当たり前だろうみたいなね。まあそういう、そういう、まあクイックレスポンスをね、強要されます。もう病的なクイックレスポンスですね。で、まあ間違えた商品を送ったり、入金の翌日には出荷しないと、もう作業場合ですね。で、これね、大して買わないのに、まあ要は貧乏人が多いんで大して買わないですよね。大して買わないのに、品質にも接客にもアフターサービスにもうるさいし、まあね、 これいろんなブランドが日本市場から撤退してますけど、まあ、それは当然だなという気がします。ねまあ、だってね、あの我慢すりゃいっぱい買うならね、まだ我慢するでしょうけど、まあ、ネチネチ選んで結局買わないとかね、えー、大して買ってないのに文句ばっか多いとか。 まあ多分ブランドのね、えー、東京支社あるいは東京支店に転勤させられたねマネージャーも初、まあ、めはね意気込んでやるんだけどあまりのうるささにやんなっちゃっていやこんなとこ相手にしない方がいいよというので多分どんどん撤退してるというのがね実態ですまあ金融機関も同じようなもんですね、まあ、そんなわけで ね、別に日本の悪口を言いたいわけじゃないんですけど、まあ、言ってますけどねあの輸出本当にいいです、まあ、オーストラリアに輸出でよかったなと、まあ、別にアメリカでもいいんですけど何しろ日本人相手に商売するっていうのは過酷すぎると、ね、だってそんなね、えー、副業であってりゃ、ね、子供がいれば子供が熱出すこともあるだろうしね、まあ、旅行に行くこともあるし、ね、ついつい飲みすぎちゃって一日撃沈してることもあると。 えー、もし日本市場で売る、日本で独自ショップをやるとかね、えー、ヤフオクで売るとかいうことで、日本人に何しろ売ろうという選択をしたならば、えー、撃沈もできないし、子供が病気したってね、仕事休めないし、えー、旅行にも行けないというようなね、えー、結果が待ってますんで、もうね、その代わり稼ぎやすいというならまだいいんですけど、えー、おまけに稼ぎにくいです、稼げないです。まあ、そんなわけでね。 まあ、日本アマゾンでどんな商品儲かるんですかと見つけにくいんですっていう質問あってね、いや日本アマゾンはそもそも見つけにくいしやってもしょうがないと、ね、オーストラリアに注力しましょうって返事したその同じ日にね、このコメントをもらってあ、そうそうそう、儲かるの見つかりにくいし、うるさいし、まあ、初心者にはハードル高すぎるし、やっぱりオーストラリア相手に商売するっていう選択はすごく良かったなというのをね、つくづく実感した一日でした。 オーストラリア、アマゾン、ね、えー、どんどん商品を送って、まあ、日本人が普通に行動すればね、少なくとも交流者に対する、えー、新商っていうのはすごくいいんで、えー、稼ぎやすい市場になってますし、日本で売るより、えー、数倍、えー、ストレスはなく、数倍儲かると、まあ、いいことをずくめですんでね、頑張っていきましょう。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。